い、今ですねどこにいるかっていうとタイのバンコクにいます。でバンコクのねスワナンプン空港って空港にいるんですけどね、空港のところの火を見てるところです。でもですね2015年のね10月の30日金曜日なんですけど、こちらの火を見てるんですけどね、この日はスワナンプン空港の建設に関して日本の国際航路機構 JICA を通じて日本国政府がタイ空港公社に行った資金協力に対しての感謝の意を表するとともに、スワナンプン空港建設工事の竣工を記念するために建立されたということです。ではこういうふうにね、下には英語で書かれています。 So this project has been installed in application of the financial support extended by the government of Japan via the Japan International Cooperation Agency JICA to the airports of Thailand Public Company Limited AOT for the construction of Sanford Airport。 まあこれ英語でも書かれてるんですけどね、まあ、こんな感じで書かれてて日本に対しての感謝の日を称しているわけです。実際例えば反日諸国はねこれこういうふうな感謝の日を出してないところも多いわけですけど あるわけですけどね反日諸国、それは中国韓国ね、そういった国日本が最大の援助をしたにもかかわらずなぜか反日を持ってねやってこのような日を出してない、それはちょっとおかしいかなと思うんですけどね、まあこんな感じでただ他の国は本当に感謝してます。